は長野インターネット所属と申します。今長野県は松本市に来てますが、はるばるフランスから来られた、原発についてお話しされた先生に来ていただきました。すみません、自己紹介お願いします。コリン小林と申します。コリンさん、はい、先ほど、テルノブリーとかいろんなこう、イギリスについて そのイギリス方面、EU ですねの方面 そのお話いろいろされましたけども、その中にチェルノブリーの、原発の実際の被害ちょっと課題だというような話ありましたけど、この辺ちょっとお願いします。チェルノブリの被害というのはやっぱり現実的には非常に多くてですね、その98万人という調査を出されたネステレンコさん、ヤブロコフさん、こういった良心的なロシアの科学者、ベラルーシの科学者たちが集まって現地で行われた調査のロシア語で書かれた報告書、論文を集めてですね、精査してそれらを全部集めて計算して推定した出した数字が98万人なんです。ところが IAEA とかアンスケア、国連環境委員会が行ったものは全て英語で書かれた論文しか扱いませんし、彼らの中で査読されたもの以外は扱わないわけですね。でそういった意味で彼らはいずれにしても事態を小さく矮小化して小さく見せたいということがありますから、細かい情報を出さないんですよね。で結局、ネステレンコはヤブロコフが書いた報告を横に置いといてもですね、チェルノブイリ大事故の収束作業に当たった作業員が約全部で80万人ぐらいいるんですよ。で80万人ぐらいいて2001年の段階ですでにそのうちの 10% が亡くなってるんです。その後も亡くなり続けてですね、ですからもう数万人の単位でもう収束作業員に当たった方々が亡くなっていると。ですから50人とか20人とかってそういう単位じゃないんですよね。被爆したわけですよ、作業してる間に。それが時間を経てさまざまな疾患を得てがんになったり白血病になったりしてるわけですよ。ですから相当強い放射能でない限りすぐには亡くならないけれども、でも10年20年経つうちにそういう被害が放射能の被害が具体化してくるわけですね。それでなくなる。ですから時間とともにこの被害は大きくなるわけです。でしかも遺伝子が被害を受けますから、1世の世代よりも2世の世代の方が奇形児が生まれたり、さまざまな疾患を持って生まれる子どもが多いんです。だからこそ先ほど申しましたようにチェルノビリやウクライナではいまだに 60% から 80% の子どもが病気であると、健康状態が保てないんです。そういうことが今日ほとんど語られないんですね、メディアの上で。ですから福島だってもっときちんと調査すればさまざまな問題が浮き上がってくるはずなのに、そういうことをしないし、あたかも放射能被害は甲状腺がんだけだというような感じで言ってますし、甲状腺がん自身もなかなか認めない、いまだに認めないわけですよね。おかしいです。ですから医学的にもだって具体的な健康調査ってもっと幅広くやるべきだし、疫学的な調査がやればいろんなことが分かってくるはずなんですよ。放射能やああいう原発過酷事故が起こったらどういう病気が出てくるかっていうのは本当リストアップして、そういうものを全部疫学的に調査すれば分かるはずなのにやらないんですよ。なんでやらないんですよ。お金がないとかね。理由としてはね。そうです。そうやってもし真実が分かっちゃったら困るじゃないですか、推進側としては。まあ、そうです。続けたいわけだから、だからなるべく隠したいわけです、全てを。まあ、市民運動としては、どんなことをとりあえず私たちはこうやっていったらいいんでしょうかね。ですからできるだけそのいいニュースソースを得ること、そしてやっぱり
できるだけ多くの情報を得ることがまず基本的に必要ですね。でそれを理解した上で今日そういう日本やフランスや世界の政治状況がどうなのか、そういう政治状況を変えてくれるような政治家をやはり我々は選出しないといけないし、そういう人たちに対しても情報を与えていかなければいけないと思うんですね。今後はどんな活動をポリスさんはしようと思っているんでしょうか。やっぱりこのチェルノビリや、福島で行われてこのエイトスプロジェクト、そういうことで、情報をマニピュレートして真実を隠そうとする勢力に対してできる限り自分でできる限りのことをしていきたいと思ってます。まあ、一人ではなかなかできないですけども、人間ね、たくさん人が集まれば、千人に集まれば、いろんなことが考えられますから、ありがとうございます。今後とも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それで、本当に私は短い時間で、ね、少し大雑把な話を、させていただきたいと思うんですけれども、いわばこの戦争始まって以来、そのロシア、現在のロシアという国がどれだけ大きな問題を抱えているかということは、非常に大量の情報がこう流れてきていると思うんですけれども、いや、ウクライナにはどういう問題があるのかということについては、なかなかこうまとまったこう、情報というか、仕事が、出てこないということがあって、先ほど の小出さんのお話を少し入り口にしてですね、私たちはやっぱり少なくともですね、やっぱり2011年3月以来、原発がいかに恐ろしいものかということを身に染みて体験し、原発のない世界を求めたいというふうに私も個人的に、思ってるんですけれども、そして、先ほど小出さんが、言われたように、未熟も言われたように、やっぱり原発をその推進しながら、防衛政策を進めるということは根本的にこう不条理なわけですね。でも要するにウクライナという国はまさにそれを進めてきたわけです。55% 電力の 55% を原発に依存している国で、この1年間戦争が行われてきているということのリアリティをやっぱりちょっと今までね、我々はなかなかこうきちんと測る機会がなかったと、今日はそのことも一つ改めて認識を深めるべき事柄として今日、テーマにさせていただいたということがあります。それでですから要するにロシアの核兵器を使う威嚇っていうことを、今度の G7 の外務省会合のコミュニケでも歌ってるわけですけど、先ほどの小出さんのお話とその、付き合わせればですね、
要するにロシアは核兵器を使う必要がないわけです。ウクライナに膨大な原発があるわけですから、そのことの意味に触れるっていうことも本当にこの間なかったし、その G7 の外相会談のコミュニケは一読すると非常に強くロシアを非難しているということが我々の目につきますけれども、この G7 の国々は今日堀井さんがお話ししてくださったような国際的なその原子力産業の相互依存ということでは、深いところでつながっている国々なわけですね。だからこの非常にその、強い批判、ある意味で攻撃的なトーンの裏にある、共犯関係というか相互依存の関係、それを背景にしてこの戦争も起きてきているし、この戦争をどうやら一刻も早くやめさせることができるかという、そういう課題にとっても、この、関係をきちんとやっぱり、見て取ることが必要だろうと思います。それで、こういう問題に、コリンさんや私が、気がつくようになったのは、戦争が始まってからだったかなり経ってからなんですね。で、大体10月ぐらいに、まずル・モンド・ディプロマティックという、フランスの月刊のタブロイド版の、情報誌に、このロシアとウクライナの間の原子力発電をめぐる、非常に複雑な関係についてのまず記事が、掲載され、さらに11月の末ぐらいになってル・モンドに、実はずっとね、それまではドイツが原発を、この間ドイツはその原発を停止しましたけれども、そういう道に進んだから、ロシアにその天然ガスで非常に依存することになったんだということが非常に非難されるような論調が日本でも多かったと思うんですけれども、実は原発を推進している国こそロシアに非常に依存していると。いうことが11月の末ぐらいになって初めて大きな記事がル・モンドという新聞に載って明らかになると。で、実は先ほどコニーさんも触れられたようにグリーンピースインターナショナルのような有名な国際環境団体が3月からで、ね、要するに制裁制裁って言ってるけれども、その原子力関係のフランスとロシアの間の交易は全く戦争前と変わらずに続いていると、もう3月にすでに告発しているんですけれども、どのメディアも報じずに8ヶ月経ったわけです。そのことでやっぱり異様さに我々としてもですね、やっぱり気づき始めて、これは一体何なんだろうということで、調べていくと、そのル・モンド・ディプロマティックの記事を書いたのはマルク・エンデベルトというジャーナリストなんですけれども、その人が、こういうですね、隠された戦争、ロシア・ウクライナ紛争の、背後、下にあるものといいます、そういう本を出していて、私も2月に、フランスに出かけた時に入手して、非常に深くこの問題を掘り下げた、大変フランスでは有名なジャーナリストなんですけれども、その本でいろいろなことが分かりました。で、そのうちの一つは、そのアメリカの関与なんですね。ですからウクライナ問題があると同時にアメリカ問題があって、で、アメリカがそのいかに2014年以降そのウクライナの状況にとりわけ深く関与してきたかということについては断片的にいろいろな情報が出てきていますけれども、それは大体その今の大統領であるバイデン民主党との関連で報じられてきたことが多かったと思うんですね。ところがそのドナルド・トランプの時代のアメリカの大きな政策転換が状況のやっぱりこう激変にかなり大きな作用を及ぼしたんじゃないかということがこの本の中では後付けられていて、
でそれはこういうことなんですね。これも最近またルモンドの大きな記事出ましたけど、要するに今原発を輸出している国って世界にどれぐらいあるのかと。これやっぱりロシアと中国が非常に多いんですね。ところが2018年にトランプ、当時のトランプ大統領はアメリカはその 今までのところその表面上は原発産業、ジェネラルエレクトリックとか先ほどお話があったウェスティングハウスのような民間企業と国軍の軍事拡散、核の問題とは表面上独立しているようにできているわけですね。それはやっぱりフランスの場合これ完全に一致していると。今日コリンさんのお話の最初に強調されたのはそのことだったんです。フランスはアメリカはそれが離れていて、しかも1979年3月のスリーマイル島の事故以来アメリカはやっぱり原発は下火になっていて、到底やっぱり国際的なその戦略上の武器として原発を使うということはアメリカはしてこなかったです。ところがその2018年のトランプ大統領のその大きな政策転換というのは、これからはロシアや中国に対抗してアメリカも原発を要するに戦略的に使っていくという、そういう大きな転換ですね。でウェスティングハウスとそのウクライナの関係は、ウクライナがやっぱり独立以降あらゆる点でロシアからのその対ロシア依存を低減しようという中で、いわば原子力関係の技術や資源も、多様化していこうということで2004年ぐらいから始まったんですけれども、そのだんだんその深まってきたウェスティングハウスとウクライナの関係に戦略的な意味を持たせてしまったのはこの2018年のトランプ政権の大きな政策転換なんですね。やっぱりロシアが見る目が変わったと、それ以来見る目が変わったということはおそらく事実なんじゃないかとですね。ですから先ほどからお話しているように、今度の戦争の原因を一つに定めることはできないし、原発の問題がそれだということはできないと思うんですけれども、大きなやっぱりこう安全保障上、それからエネルギー政策上の変化がこの時期にやっぱり起きてきて、2014年から始まっていた危機に新たな次元をこう付与してしまったんじゃないかと、そんな風にね、私はちょっと見てるんですけれども、小林さんはこの辺りのことを、どういう風にご覧になってますか。今岡井さんが言われたように、確かにアメリカという国はアトム・フォー・ピースを言った国ですから、そういう意味でその整合性を持たせるという意味で極力民生用の原子力と核兵器のための原子力というものははっきりこう分けて使い分けるという態度をずっと保ってきたんですけれども、しかし、トランプ その2018年の方向転換というものはやっぱり世界 の、 その、NATO も含めてですね、世界の戦略の中で重要な方向転換だと思うんですね。だからその辺でフランス などは本来はそれこそ何ですか、冷戦が米ソの冷戦が済んだ以降、フランスが独自に核戦力を持ち続ける必要性はないにもかかわらず、やはりこう核兵器というものはフランスの国家の国威掲揚の一つのシンボルであり、また誇りでもあるという裏の側面もあって、フランスは原子力に反対する人たちは、それこそチェルノビリ、ソリマイル、チェルノビリ、福島と続いてきた流れの中で反対する人は多いんですけれども、でもその人たちがじゃあ核兵器に本当に反対するかというと、必ずしもそうでもない。つまり割とフランスの共産党と似ていて、科学の進歩は信じるという側面があって、
民生用の原子力は続けるべきだと。福島の事故が起こってもフランスの共産党は転換ができないという状況の中で、やっぱりフランス全体が戦力、つまり力、力は正義なりと言いますけれども、とにかく力を持っている者が一番正義を言えるんだという、そういう昔からの西洋の考え方がこう否定できていない、それ以外の方法はないのかという質問さえ出てこないような状況が今のウクライナの戦争の中でも起こっているという感じがしますね。全体の政治家の動き、それからメディアの動き見ていても、なかなかそういう方向にはいかずに、やはりロシアが悪い、ウクライナを支援しろということになってきているんじゃないかと思います。そういうフランスでありながら、先ほど触れたように、要するに原発を輸出しているのはロシアと中国と、そこに今アメリカが参入しようとしていて、さらに韓国もポーランドにとかね、まあ、そういうその、原発輸出に向けた国際競争みたいなものの中に、まあ、日本もその原発事故の後に、まあ、当時の安倍首相は、ベトナムでトルコに原発を輸出しようとして失敗したりしてましたけれども、フランスはでも原発なかなか輸出できていませんね。それはどういう理由？フランスはおそらく、まあ、最初の目論見としては、欧州新型原子炉 EPR の改良型を作って、今後もそれを売っていくと、今2が EPR2 があるわけですけれども、確かにフィンランドには売り込みが成功し、今度は英国のビックリポイントにも一応契約が成立して建設が始まっているわけですが、しかしどの一つも稼働させることができない、さまざまな問題が、建設途上でさまざまな問題ができていて、フィンランドはいまだに、実際の何ですか、商業用の発電ができてないんですね。ですからこれで失敗し、そしてすごい巨大な負債を抱え込み、赤字を出しているわけなんですね。でフランスは、それでも最初は EPR の後、高速増殖炉計画をもう一度立ち上げて、アストリッド計画というものをやろうとしたわけなんですね。で日本の原電をはじめとして、日本の原子力村はこのアストリッド計画に便乗して、自分たちも文書で失敗したけれども、もう一度やろうということで最初動き始めたんですが、経済的には非常に困難な状況に陥って、あればもうフランス電力ももう巨大な赤字になってしまっているわけなんです。それでですから当然そういう状況になれば輸出なんていうことが言えないような状況で、唯一ですから先ほどの蒸気タービンのアラベルだけがある意味で成功し、まあ、他の、まあ、コンピューターシステムだとか部品の開発はあるものの、原子炉という一つの原まとまったキットとして売ることが今できない状況なんですね。ですから当然ロシアや中国に押されているわけですよ。多分この競争は今のところ勝つ見込みがないんじゃないかと。つい最近もね、ルモンドにそのこれからまたフランスは原発を作るって言ってるけど、一体労働者はどこから来るのかとかですね、技術者をその、技術者ももうフランスでは一国ではもう到底その調達できない、ましてや再生産していく見込みはほとんどないというような、まあ、そういう記事が載ってたりして、要するに原発を持つとか稼働するとかっていう維持するということの実はその膨大な問題、日本でももちろん原発労働者の問題がありですね、そして、まあ技術者、科学者の要するに世代を超えて再生産、するための条件というのは一体何かというような問題、
もう、まあ、実はいくら原子力ロビーが頑張ってもそれだけでは全然解けないようなあの、まあ、彼らにとっての困難というのも非常に大きいということなんでしょうね。やっぱりそれをフランスもそういう壁にぶつかっている。そうですね。ですからフランスが国内に作った最初に作った唯一の EPR がフラマンビルというあのノルマンディのコタンタン半島という第二次世界大戦に世界最大の作戦があったあの海岸沿いですけれども、あの海岸沿いにあるコタンタン半島の先頭にラールという再処理工場がありますが、再処理工場のもう少し左に左海岸の西海岸に行ったところにフラマンビルというのがあって、フラマンビルももうしばらく前から EPR の新潟を作ってるんですが、完成がほど遠い状況で、長い間もう本当にもう何年もあの先延ばしになっていて、時間もかかり費用ももう10倍近くかかっていて、こういう状態の中でなぜそういう状態が起きるかということを考えてみましても、原発を建設する技術者がいないんですよ。ですからいろんなとこからかき集めてくるんだけども、それだけでもやっぱりある程度能力のある権能のある技術者を連れてこなければいけないわけで、にもかかわらずさまざまなところの溶接部分が まともな溶接になってないということがどんどん分かってきて、もう一度やり直しみたいな話なんですよね。それでそもそも炉心の要するに炉心を保護する大きな、容器がありますよね。小池さん何て言いましたか。格納容器。あの格納容器の鋼鉄の鋼鉄の質が非常に悪いわけなんですよ。でその悪いことが発覚したのも最近の話で、で結局本来ならばその再溶接などをせずに全特化しないといけないような状況にもかかわらず大丈夫だと言い張って、今小西さんがおっしゃってるのは、格納容器じゃなくて原子炉圧力容器、圧力容器、ごめんなさい、圧力容器の方ですね、ごめんなさい、圧力容器の方にそういう問題があって、解決できないにもかかわらず大丈夫だと、原子力安全局は大丈夫だと言い張って工事は続いているんですが、そのような形で海外から溶接技術者を呼び、アメリカからも呼びというような状態で一応進行していて、本当は今年の3月に稼働する予定ですだったんですけれども、できないことが分かって来年に持ち越しされていますけれども、本当に来年また動くかどうかも分かりません。そんな状態です。ですからあの技術者の問題、それから今度日本もフランスも原子力原発大会議って言ってますけれども、6基も作ると、今後6基もマクロンは作れと、で古いやつは大修復工事をして60年まで使うと、なんか岸田と口合わせをしているような発表がどんどんありますけれども、そんな感じでやってますが、実際に6基作るための要するにインフラがあるのかどうか、それからその先ほど向井さんが言ったように技術者の再生産がきちっとできているのかどうか、こういった問題を考えますとね、フランス その大学の原子力工学をやってる大学の学生ってほとんどいなくなってるんですよね。ですからそういう意味でも新しい若い世代のしっかりした原子力工学の技術者がいるのかどうなのかという意味でも、これからすぐ始めろと、ね、マクロンはもう今すぐ原子炉の政策を始めろと言ってるんですけれども、最初に少なくとも一番スタートの段階ですでに6万人の職員が必要だと言ってるんですが、6万人本当は集まるのかってどの新聞も心配してます。そういうような状況なので、実際にそんなにスムーズに大改革が言うようにできるかどうかっていうのは、お金の問題もありますけれども、そういう
いわゆるインフラをしっかりさせるということが技術的にも物理的にもできるのかということですよね。ありがとうございます。本当にね、でも今そのフランスについて言われたことはもうそのまま岸田政権の原発、回帰路線についても同じ問題が出てくるわけで、それで、まあ、私としてはこの、まあ、日本の、まあ、自民党政府が、まあ、こういう舵の切り方をした背景にそのアメリカの方針転換というのがどこかで関係してるんじゃないかということを今ちょっと疑問として持っていて、まあ、できるだけやっぱり そこに注目して調べていきたい。本当にまあ、またね、今トランプ前大統領は訴追されたりもしているので、ああいうやっぱりことだけ見てるとその政権が変わって全てが変わったように思い込みがちですけど、トランプ政権の時にそのロシアとの関係であった、要するに、まあ、核兵器関係のその、協定の破棄とかですね、これはトランプの方がやったわけで、それはそのままバイデン政権に継承されて、それがその、元に戻るということはなかったわけですし、その今の原発の要するに戦略的な利用という方針もそのバイデン政権になってそれが改められたという話も聞かないんですね。結局そのトランプが動かしたものはそれを条件にしてバイデン政権の政策が出てきているわけで、だから日本 その原発再稼働だけじゃなくて、新設というような方向にもアメリカが全く関与しないというようなことはちょっと考えにくいので、今後やっぱりその点も、注意して、まあ、見ていかなければいけないかなというふうに、思いました。はい、ということでここから今日来てくださった、本当に暑くなったり寒くなったりなんか大変な気候ですけれども、今日、足を運んでくださった方々と、少し討論の時間を持ちたいと思いますので、ご質問ご意見のある方はぜひということで、ここからちょっと、竹内さんの方にバトンを。じゃあ皆さんどうですかね、まあ、せっかくなので向井さん、コリンさん、小泉さん、お三方、にいらっしゃるので、どんな質問でも、ご相談でも、構いませんが、マイクを回しますので、挙手をお願いしたいと思いますけれども、いかがですか。今日はありがとうございました。国際原子力ロビーの話聞いてショックを受けました。でもショックを受けないより受けた方が良かったと思ってます。でそれは別として、なんか原子力発電の話を最後の方で聞いていて、日本の六ヶ所村の再処理工場は一体どうなっちゃうのか、という問題とか、あと確か文書の後も高速高速増殖炉の予算がついちゃってるはずなんですが、あれはどうなっちゃうのかといったことをなんか教えていただけますか。小池さんですよ。勉強で申し訳ありません。六ヶ所村の再処理工場というのが今お話くださいましたけどあります、それは当初の計画ですと、うん、1997年だったと思いますが、運転を始めるというそんな計画でした。ですから今から考えれば25年26年前にはもう本当は動いてなければいけないというそういう工場だったのですけれども、未だに動いていません。途方もなく危険な工場でして、もともと日本の技術では全く作ることができないということで、フランスにほとんどのところを作ってもらいました、でもあまりにそれ全部作ってもらったらあまりにもみっともないということで、最後の、核のゴミをガラスに固めるという工程だけを日本の技術で作
をして進めてきたのですが、そこで深刻なトラブルが起きたまま日知も察知もいかなくなりました。そして愚かなことに、実際の核使用済みの核燃料を使って試運転をして してしまったのです。そうなるとどうなるかというと、工場全体がもう放射能でベタベタにすでに汚れてしまったという状態になりまして、そのままその10年20年という期間、どん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 計画が遅れる。すでにもう25回の計画を変更しながら今日まで来ているのですけれども、福島の事故、が起きて以降、この原子力施設に関する規制が厳しくなって、新しい規制のにクリアできなければ動かないわけですけれども、新しい規制にクリアしようと思っても現場に行かれないんです。もう放射能で汚れてしまっていて、ですからもう施設を直すことすらができないという状態になってしまっていますので、私は多分動かないと。6か所再処理工場はすでに2兆円を超えるお金を投入していますけれど、結局動かないまま潰れるだろうと私は思っています。それから高速増殖炉ですけれども、皆さんご存知だと思いますけれども、文殊という名前の、高速増殖炉の原型炉といっている、比較的小さな実験炉ですけれども、それを動かそうとして1兆円を超えるお金をつぎ込みましたけれども、文殊は結局何もできないまま潰れてしまうということで、日本のいわゆる原子力というか核燃料サイクルというものを目指してやってきたのですが、その2つの目玉、高速増殖炉と再処理はどちらもできないということになるだろうと私は思っています。ただし、今日コリンさんがおっしゃってくださいましたけれども、原子力というのと核と言われている技術は実は同じものなんです。で、日本では原子力平和利用なんていう言葉が使われて、原子力というと平和利用で発電のためだとほとんどの日本人は思っていると思いますが、本当は実は違って、原子力の平和利用と言いながら核兵器を作り出す能力を持ちたいということでずっと今日までやってきているわけです。その野望を、自民党政権はもちろん捨てることができませんので、これからも、原子力をやると。で、そのためには、超優秀な核兵器を作ろうと思うと高速増殖炉と再処理工場というものがどうしても必要なんですけれども、これからも諦めずに、フランスの、さっきちょっとおっしゃったアストリッドという計画がフランスであって、それに乗っかってなんとか生き延びようとしたのですけれど、フランスのアストリッド計画自身が潰れてしまうということになって、今日本の原子力推進が核兵器製造能力を持ちたいと思っている人たちは大変困っているだろうと思います。でも彼ら諦めずということは私はないと思いますので、やはり私たちの力で彼らを潰すしかないと。そのためにはちゃんと物を、私たち自身が物を考えなければいけないということだと思いますので、今日のコリンさんのお話も含めて、頭を整理しながら行きたいと思います。以上。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。あれですよね、日本はだからその潜在的な核保有国っていうふうに、海外から見られている。これだけの原発があり、プルトニウムがあり、そしてミサイルを飛ばす技術がある。ある意味ではもう本当に日本は核兵器を持っている国だというふうに、海外からは 見られていて、全くおかしくないということですよね。それ以外皆さん、原発事故以降、福島の子どもの雇用活動をしております。やっぱり竹内と言いますが最初のうちは IAEA がその調査に入った時にちょっと期待したっていうか、でところがそんなもんじゃなかったんだっていうのを本当にこう今特
ことに知らされてすごくがっかりしてるんですけど、ではそのこの前国連 の、 あの人権部会が調査に入りましたよね、福島に。でその報告も結局日本政府が無視して、で、まあ、あの知らん顔してるわけですけど、この国連の人権報告、人権部会の報告がなんかこう国連がどういう動き方をすればちょっとはいい方向に行くのか行かないのかということをお伺いしたいと思います。国連の中で、まあ、私が見る限り最もまっとも、まっとうな仕事をしているのは人権委員会です。しかし人権委員会は国連 の、 その組織維持の中で、先ほど言いましたけど、力をあんまり持っていません、残念ながら。ですから、まあ、様々なあの調査を彼らは独自にして、その声明も出しているわけなんですけれども、実際にその最終的にだからチェルノビリの事故についても、福島の事故についても、あるいはその他核実験で犠牲になった方々についても、残念ながら真っ当なその医学的調査はされてないわけなんですよね。だから、そういうことを、まあ、訴えて、あの状況が良くなってないということを訴えて、人権委員会が呼ばれて、人権というレベルでいろいろ調査はされ、勧告は出されるんですけども、じゃあ医学的に何をしなければいけないか、どのような治療が必要か、そして、そのためにどういう放射性、放射能防護の新しい基準が必要なのかということについてはほとんど議論されないんです。つまり本当に福島のことを考えると、チェルノビリを飛び越して、つまりチェルノビリの真実が明かされてないんですよ、今日。本当にチェルノビリ の、 あの放射能で死んだ 方々の数って巨大ですよ。100万人近いって言われてるんですから、本当は。だけど国連は、まあ、IAEA を通じて死んだ人は50人、たったの50人。そしてあの甲状腺がんになって犠牲になった人たちは最初3000人って言ってたんです。それでそのうち5000人って言い始めて、それで本当は7000人以上いるんだけども、政治的配慮が働いてあの表明しできなかった、こういうことなんです。だから医学的な科学的な真実が明るみに出ないんですよ。それがすごく問題なんです。だからあのアンスケアという国連の科学委員会というのがありまして、これもすごい力を持っているわけですね、国連の組織だから。だいたい彼らはもうほとんど低線飲料被爆は認めない、内部被爆は認めない、巨大な、まあ、巨大なって大きな被爆のみ扱うと。しかも一番良くても甲状腺がんくらい、だから今福島で非常に甲状腺がんを認めるか認めないかで問題になっていて、6人の子どもたちが訴えましたよね。これってだけどチェルノブイリではもうあれほど多くの子どもたちがなったので認めざるを得なかったわけですけれども、これでこのままいっちゃ推進側の要するにアトミックマフィアとしては困るわけですよ。絶対福島では認めないという方向なんです。それほとんど結論ですよ、これ。だからこれを認めさせるためには、あの日本のその福島の健康調査委員会あたりを叩いてもダメなんですよ。上をもっと上を叩かないと。だからこそ今あのアンスケアの報告書批判というのを日本の誠意ある科学者たちが集まってやってますけれども、ああいうことをきちっとやっていかない、やっていって、あの一番上のそういう組織のやってる報告や勧告を崩さ、科学的にもうダメだということをはっきり認めさせないとなかなか変わらないと思います。ですからチェルノビリのページはまだ終わってないとね。その終わってないチェルノビリを通り越して福島の真実だけが明らかには多分なりません。
だからこの福島を戦うということはチェルノビリの真実を戦うことでもあるんです。で、私は今回その国際原子力ロビーの問題をその日本で福島で行われたエイトスプロジェクトの代名詞であるダイアログセミナーというのがあるんですけども、これを叩いてきたんですけれども、ですから本当はエイトスの問題にも触れたかったんですが、残念ながら今日はテーマも違いますし時間も限られているのでそれだけにしましたけれども、まあエイトスの問題を本当に知りたいければ私の本を買ってください。あとそれからDVD で、あさってのチェルノビリデイの時にやる映画なんですけれども、チェルノビリその後の世界っていうドキュメンタリー映画が作られました、2016年に。これなぜ作ったかっていう、作った人はイヴ・ルノワールさんっていう、チェルノビリにベラルーシの子供たちの会というあの NPO がの会長をやってる方なんですが、その方がこの映画を作りました。彼は別に映画監督でも映画作家でもないんですが、チェルノビリ30周年記念の時に、つまり2016年にアルテという日仏共同テレビ局がありまして、これは文化番組とかドキュメンタリー番組にすごく力を入れている、割とまあいい番組を作るテレビ局なんですけども、それをですねフランスの原子力庁とエイトスをやってきた CPN というそのフランスのアトミックマフィアを代表している組織でやってきたそのジャック・ロシャールさんという人がこのアルテをねじ込んで、30周年の時にこともあろうがチェルノビリと福島なんとかと一緒に暮らすっていう、なんとかっていうのは点々で書いてないんですけども、要するに放射能のことなんですよ。放射能と一緒に暮らすという名前の番組を作って、もうまさにエイトスの考え方を表明した番組が流されたんです。それでそのイヴ・ルノワールを頭にして本当のことを知らせるためにこの DVD を作りました。ですからこれを見るとチェルノビリ以降どういうことがあったのか、そして現在チェルノビリはあたかもその禁止地域になったところには動植物が多様に豊富に氾濫して、もう見事な生物多様性の世界ができているとかね、あるいはもう放射能被害がもうほとんどなくなったというような宣伝が代弁されたんですね、その30年の時から今もそうですけど、それが続いているわけです。だからそれに対する反論として作った映画ですから、皆さん ご興味がありましたら何枚か持ってきましたんでお買いになってください。2000円です。よろしくお願いします。それ日本語ですか？日本語でも英語でもフランス語でも見れます。字幕はセレクションできます。はいはい、わかります。それはまた後ほど、はい、じゃあそれ以外いかがですか？じゃあまずこちらから、お願いします。なんかすごくショッキングな内容が多くて、普段私たち日本人ってやっぱりこうテレビメディアを通して得る情報がほとんどだと思うんですね。で、まあ、そういったところではまあ絶対出てこないような内容情報っていうところを知らされてありがたいなって思う反面すごくショッキングで、すごくこう素朴な疑問点ですね。思ったのが IAEA のトップメンバーでさっきこう出されていたと思うんですけれども、いろんな国のいろんな方がいる中で、この国で、広島長崎の原爆から始まって、福島の問題もあって、被爆国じゃないですか。一番核
メンバーにこういないっていうのはなぜでしょうか。日本人がということですか。そうですね。IAEA のさっき出てきた中になぜ日本人がいないのか。なんかこうあれの状態を見ていると IAEA でも前回の事務局長は日本人だったじゃないですか。ただやっぱりこの状態、今日本ってこう私たちがこうメディアを通して知る日本ってすごく、まあ、危険な状態なのかなっていうことを思う中で、なんか日本ってトップメンバーの状態を見ていると、今の日本ってどういう立場なんだろう、今の日本の政府とか政治家とか研究者さんって どんななんだろうっていうのを素朴にこう疑問に感じてしまったんですね。まあ、でも結構ですからグロッシーさんの前は何だっけ、ちょっと名前で忘れしましたけど、日本人の文化省から天下りしたもう亡くなった日本人の事務局長天野さん亡くなっちゃいましたけど、もうまさに福島が起こってから天野さんが事務局長になったんですよ、あれ多分。要するに日本の状況をうまく収めてもらいたいと、原発推進に支障を来ささない程度にうまく収めてほしいということで天野さんが事務局長になったんだと思います。で、日本人はね、IAEA 以外にも活躍してますよ、推進派の科学者は。例えば OECD の、OECD が管理している欧州原子力機関というのがあります。 NEA と言いますけれども、 NEA の、 副ディレクターは日本人です。今若い人、ですから結構ね、いろんな場所で日本人の人たちは活動してますし、先ほどの連番ありましたよ、連番でも日本人のメンバーたくさんいるし、もうほとんど日本の原子力村によって世界の原子力村の一部は占領されていると言ってもいいぐらいですよね。ただやっぱり問題はそういう事実が一般の人にはほとんど耳に入ってこないし、目にも触れないし、テレビのニュースにも流れないしということで、そういう組織が民衆の目の届かないところでいろんなことを決めてどんどん進んでるということはすごく問題ですね。すみません、私先ほど鵜飼先生からご紹介を、ご紹介というか記事のご紹介ありましたけども、ル・モンド・ディプロマティックという新聞のですね、日本語版をやっている調べています。それで先ほどご紹介いただいたロシアとウクライナを取り巻く核問題という記事、これ今宣伝になりますけど、ネットで無料配信してますのでぜひ読んでください。それで実はですね、今IAEA の関係でちょっと一つ質問がありまして、その記事の中にも出てくるんですけども、要するにロシア そのウクライナ侵攻の目的というのが、まあ、一つの対象の一つであったのが多分原発だったじゃないかという指摘がありますよね。ウクライナがウクライナに侵攻したその目的というか、まあ、狙いの一つとしてやっぱり原子力発電所、まあ、一つはチェルノブイリであり、もう一つはザポリージャである。その記事によりますと、2月の確か2月24日にウクライナ侵攻が始まって、それから1ヶ月ぐらいザポリージャー、チェルノブイリ原発の方に最初空挺部隊で、ね、いきなり占拠したんですけども、ロシア軍はその後1ヶ月ぐらいずっといたわけなんですけども、その間何をしてたのかね、まあ、要するにまあ、エネルギー問題というのは必ず、まあ、軍事問題、しかもその要するに安全保障の問題とつながってくるんですけど、まあ、もちろん核兵器物もたくさんあると思うんですけども、その後IAEA が査察というか入ってますよね、朝鮮に。で、何かその具体的に分かったことあるんでしょうかね、つまりロシアが何を狙って1ヶ月チェルノブイリを占拠していたのか、まあ、それからその後ザポリージャも3月4日からずっと未だに、占拠しているわけですけど、それはどうですか、ウクライナ戦争とも絡んでくるのかなと思いまして、ちょっともしお分かりになることがありましたらお願いします。IAEA はチェノブリの選挙の後の調査人では具体的には報告出してないですね、今のところ、うん、ただやっぱりロシアが何を狙ったのかというあたりがやっぱり
調べたかったんだろうと思いますけれども、あのウクライナのエネルゴアトムあたりの人たち、先ほどのオルガさんとかあたりは、あのロシアはとにかくチェルノブイリを占拠して、あそこから あそこにまだ貯蔵されている核廃棄物を盗み出して、ダーティーボンブって言ってますけれども、要するに、まあ、原爆としてはちょっとクオリティの低い原爆を作ろうとする計画があったんじゃないかとかっていう推測が出てますが、その本編の真実は分かりません。ただあのウクライナはそういうあの情報を発信して、とにかくロシアを悪者にしようということだと思いますけれども、私から見るとおそらくチェルノビリにしてもザポリージャにしてもウクライナの他の原発にしても、我々が作ったんだと、あれは本当は我々のものなんだと、だから我々がそれをあの今後ウクライナに譲り渡さないための、ベースを作ろうじゃないかということが基本的にあったんじゃないかと思います。すいません、あのその先ほどそのしばらく無料で見えるいつもう一度宣伝していただいていいですか。あのなんかすいません、あの宣伝、あのルモンド・ディプロマティックというあのフランスの月刊誌の日本語版をあの発行します。ネットでしか、ネット版だけですけども、あのルモンド・ディプロマティックってカタカナに入れてもらえばあのまず出ますので、その中での今無料配信中の記事の中にあの先ほど の, あのご紹介の記事が載ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと私もあの先ほど の, あの、土田さん の, あの、問題的にちょっと触れたいと思うんですけど、あの原発と、まあ、原発の問題、それからより広くエネルギーの問題、その中でも必ずしも原発だけではない電力網の問題、この3つはどうもその私もまだすっきり整理、頭が整理できてないんですけど、非常に絡み合った形でその、まあ、今回の戦争、それから要するにソ連、要するにロシアと旧、要するにソ連だった国々との間の関係にこう影を落としてるみたいなんですね。でもう一番だからあのロシアから独立しようとして全力を挙げたのがウクライナなんです。実はバルト三国はまだその電力網、電力ネットワークの方の方はそのロシアと切断できてないんですね。でこのエンデバルトの方を読むと本当に信じられないんですけど、あのウクライナが完全にロシアと電力網のネットワークを切断した4時間後に侵攻が始まってるんです。だから当然まあその前から計画があるわけですから、まあ、4時間後っていう、だからそれ切断したからっていう話にはならないわけです。そういうところにがやっぱりこう、まあ、この両国の関係のリアリティの一つはやっぱりあって、で、まあ、原発はその一部だけれども55% という非常に大きな割合を占めるその、一部であって、 ですからそのウクライナは今その電力網は要するにヨーロッパとヨーロッパ EU の方の電力網とつながる。ところがまだバルト三国は一番ある意味でロシアに対して強硬な国々ですけれども、電力網はロシアとまだつながっている。さらに言えばその今ウクライナの原発はロシアの燃料をまだ使ってるんですけど、それは先ほど の, あのコリンさんがその更新されている方からの報告によると、今はもう輸入はされていない、つまり今すでにストックされてあるされている、要するにロシアでの、まあ、おそらくカザフスタンで採れたあの採掘したウランをロシアで濃縮したものが今も、まあ、使われているという、まあ、そういう状態なんですけれども、その電力、要するに電力になった方の送電の、ネットワークは今、まあ、ウクライナはその、EU の方と、結合しているんですね。まあ、こういうことはやっぱりこう全部、まあ、やっぱりその、この紛争のこう
あまり、ね、そういう形では報道されない村で、まあ、起きてきていて、それがでもこれからどういうふうにこの紛争を収めていこうかっていうことを考える場合には一つ一つ解かなければいけない問題として、まあ、出てきているんだろうというふうに、まあ、思います。ということで、はい、まだ時間ありますよね。少し、まあ、大丈夫ですか。はい、まだあります。もうそろそろですけれど、ね、あともう一人二人、伊藤さん。今日はありがとうございました。なんですかね、戦争、まあ、ウクライナの戦争が終わった後ですね、まあ、戦争中のその現状を反映した対応というか、原発が非常にこう世界を危うくするという現実を突きつけられた、改めて突きつけられたと思うんですけど、こういうことをどうやって解消していけばいいのか、国際的な協力関係をどういうふうに構築していけばいいのか、現状でも原発を占領する攻撃対象にするっていうのは禁止されておるようなんですけども、これをまあ身のあるものにしていくには国際社会としてはどのような対応をしていけば、その体制を構築していけるのかどうかということも含めて、ちょっと付け足しなんですけど、僕から要するに兵器に関してはね、核不拡散とか、まあ、一応名目上制約をかけてね、世界中に散らばらないように、まあ、要するに核保有国が、まあ、限定して持つだけだというふうにしながら、一方でその原発はね、世界中にこう散らばっていく、先ほどのからのお話でいけば、まさにその原発と原爆はね、核兵器は表裏一体だという中で、まあ、その僕らはやっぱりその核不拡散みたいなものがあるから、世界的にはそういう、ね、核兵器が拡散しないようになんとか、まあ、超大国を抑えながら、まあ、あるいは権力を、ね、こう握っていくというふうな構造を作りながら、一方でその原発をこう広げていくという、そのもう一つの側 の、 そのマフィアが、ね、広げていくという、この両方の関係を見ないと、今のご質問もそうなんですけど、その国際的にどういうふうにかっていった時に、その僕らが考える国際っていうのはね、なんかこう いかにもそこは頑張ればなんとか調停されたり収まったりする気がするんだけれど、実はその裏側にマフィアみたいなものがあってね、その原発を世界中にこう広げていくというふうな形の中のもう一つ その裏の国際化がある中でね、それって本当に可能なのかっていうような問題が、まあ、今日の話でもすごく見えてきたんじゃないかと思うんですけれども、その上で今のご質問もね、本当にその国際的にそういったことがどういうふうに可能なのかっていうのをちょっと思ったんですけど、本当にそこは難しい問題だと思います。原発に対する攻撃をやめるべきだというその、論点は、例えばあれは 3月の2月か2月の末に中国が発表した12項目 の、 まあ、停戦に向けたそのメモの中にも入ってるんですね。で、まあ、核兵器を使ってはいけないということと、原発への攻撃は非常に危険であると。ところがこの同じ項目の中に、要するにこれからの原発を世界で安全に運用していけるように、守らなければいけないということがあっていて、先ほどお話したように中国が今すごく輸出に熱心だということと、この原発を攻撃していけないということが実は裏表の関係で、まあ、出てきてたりもするんですね。でもそれを理由に している、だけではやっぱりこうだ、まあダメで、まあ、もう本当に難しいことですけど、つまり、まあ、できるだけ早くこの戦争が終わって、そうするともうでもすでに今世界的な動きというか、その資本の動きは要するに復興の要するにイニシアチブをどこが取るのかということまで含めて考えられていると。で、まあ、これは本当にラクダが針の穴を通るほど難しいことだと思いますけども、要するにこのウクライナ復興の中で、要するにウクライナが脱原発を
選択することができるかと。こんなその要するに、産業構造の中でやっぱりこれだけの戦争をしたのかということに、今の段階でもほとんどやっぱりその、まあ、破壊の規模、それから死者の数、まだ全然はっきりと見えてないわけですけど、それと同時に原発がこれだけ稼働している中で、これだけ長期にわたってこれだけの破壊が行われたんだということを、まあ、その衝撃が共有されることから、まあ、もう要するに、まあ、ヨーロッパで言えばそのドイツのような方向にウクライナが進むということが、やっぱり難しい、本当に難しいけれども望ましいだと思うんですね、うん、ここを一つの逆に転換点にして、もう原発、要するに核兵器というのは使われないし、あの拡散しちゃいけないわけですから、核兵器を作ることだけでは産業は成り立たないわけですね。全くその利益がないわけですから、もうあの消費するだけですから。だから原発で儲けなければ、要するに核産業というのは、どこかからあの資金を入れる以外回っていかない、大変な、要するに不経済な、その、まあ、もちろん軍事産業全体にも言えることですけれども、やっぱりそういうことで、だからやっぱりもうどんなに技術的に、それから産業構造として難しくても、原発の方にのめり込んでいかないと、まあ、核兵器もまさにそれは最初に小西さんが触れられたように、とても正直なマクロン大統領が、まあ、これはもう、ね、両輪で動いてるんだから、その原発をやらないなんてことは、核兵器もあの放棄しなきゃいけないということだと、まあ、我々としてはだから両方放棄しろと言っていくしかないわけですよね、うん、やっぱりさ、その方向にやっぱりこの戦争の現実を直視することから、どうなんか世界の世論が、を動かしていけるかっていうことが、まあ、今課題として見えてきてるんじゃないかなというふうに、まあ、思うんですけど、どうでしょう。基本的に全く賛成ですね、ただし現実を 見ますとウクライナはあの戦争が始まってからもゼレンスキーは新たに6基の原発を作って、今後もあの原子力大国としてやっていきたいという表明をしているんですが、先ほどのオルガさんのようなその原子力村にいる人さえも、しかし大統領そんなことを言ってるけれども、私たちの国営企業のエネルゴアタムはそんなにお金がないでしょうって彼女は知ってるわけです、内実を、赤字だらけなの。だから経済的にそういう意味でちょっと不可能だし、今日のような戦争状態があれば、岡井さんは言われたように戦争状態があって原発を続けていくなんてことは、これはもう本当に あってはいけないことで、こんな状態が続くわけないんですよね、長く、いくらなんでも永遠に続くわけない。だからやはり最終的には、原子力、原発そのものと原子力、核兵器そのものがやっぱり将来的に、国際的に禁止されるものにならっていかないといけないんではないかと私は思います。原爆についてはこの間一応アメリカやフランスなどは参加してないけれども、核兵器禁止条例が作られましたね。ですからおそらく原発もそういう意味で、原発っていうのは必ず害を出すテクノロジーですから、そういった意味で原発をエネルギー源にしてはいけないという法律ができてもいいんじゃないかと私は思います。まあ、そのための具体的にじゃあどうしていけばいいかという意味では大変難しい問題を持っているとは思いますけれども、やっぱりそれはもう市民の一人一人が目覚めて、そういうものを支持するような政権を作らないと。でもっとそういう幅の広い、視点の広い、しかも人類の未来世代も含めた
展望のもとに、そういう核エネルギーや核兵器について、反対を言えるような政権を作っていかなければおそらくダメだろうと思いますから、ローカルに自分の国でできることを、それから国際的にできることをこうつなげて、連携させながら考えていくようなことを私たちはしていかなければいけないんじゃないかと思います。ありがとうございました。じゃあ、今のが堀さんの、ね、お話で今日のまとめみたいな形に、していきたいと思います。考えてみればね、堀さん、向井さん、堀さんってこんな方々がいるのでね、時間は本当はまだまだもっとたっぷり使ってやれたらいいと思いますけど、これはもう、今までこの、第5回まで毎回毎回その時間が足りないねというふうに言ってるぐらい話も、盛り上がりますし、皆さんの意識も高まりますし、そうなればなるほどね、もっと考えなきゃいけないなということがいつもこうたくさん、出てくる中でいつも終わっていきます。今日の、内容についてはいつも毎回長野インターネット放送局の方に、ボランティアで来ていただいて録画してもらって、ネット配信、がされてます。先ほどのアンケートの方に今日の動画、後ほど編集した、上で見れるようにしますので、ご希望の方はアドレスを、書いて、置いていってください。前回もですね、ちょっとお願いしたんだけど、なんかちょっとこうローマ字が読みづらいアドレスがたくさんあって、僕ももう一回全部電話をかけ直してアドレスを確認したりとかしてたんですけれど、できれば大きく分かりやすく書いていただいて、オンラインでもう一回見たいと、でそれを送っていただければ今までの1回から5回までのものも見れるように なりますので、その旨書いて出していってください。じゃあ今日は皆さん本当に短い時間になってしまいました。長いですけれどもね、まだまだ、本当は聞きたいところがありますけれども、コリンさん本当に、フランスから来て日本国内に、まあ、あちこちで回られて、今日明日明後日はまだ、外でちょっとゆっくりできるんですよね。頑張ってください。で、向井さん